はい、えー、皆さんこんこにちは,にちはいよいよ2学期最後の授業で皆さん明日から夏休みです <laughs> 楽しんでくださいね社会人だと夏休みないですからねほとんど <laughs> はいえー、今日もですね「Ask Me Anything」という形で皆さんいろんな形で何でもあの質問していただ日も使です S.R.I.D.O. ですね。え今日ハッシュタグは X の881ですので、え何でもご質問いただいて結構です。後ほどお答えしたいと思います。はい。でですね。今日あのもうまとめ総括です。あの皆さんの方にもレポートを出していただきましたけども、であのレポートもしあ出してないという人がいたら、まだ私は受け付けますのでメールで送ってくださいね。であの今日は総括で。 あの、新しい話ではなくて、ちょっと振り返りでもう一回皆さんこれからいろんな勉強していく際にですね、ちょっと考えてほしい,と,いうところをいくつかポイントをまとめてお伝えしたいと思います。で、今回のこのアントレプレーナーの戦略的思考のこれの最大の願目、テーマは考え方についてでした。で、考え方でですね、まあ一言で言っちゃいますと、皆さんに覚えておいていただきたいところは、このシンクディファレントという言葉が私は一番ぴったりくるのかなと思っております。皆さんシンクディファレントってキャンペーン、聞いたことあります あの、アップルがですね、昔、あの、スティーブ・ジョブズ追い出された後、まあ、会社は最終的に、あの、倒産の直前まで行って、えー、その時にアップルに、また、CEO として復帰してきたのが、スティーブ・ジョブズなんですが、彼戻ってきてですね、もう倒産直前の会社で何やったかって言ったら、シング・ディファレントでキャンペーンを始めました。非常にユニークなキャンペーンで、実はアップル製品が一個も出てこないという不思議なコマーシャルです。 で、今でも YouTube で一部ですね、あれは違法アップロードかなあれは。あの、ごく稀にちょっと見ることができるんですけど、もし何かでもし見る機会があったらぜひ見ていただきたいんですが、このシンクディファレントどういうものかといいますと、これまでですね、特にこの20世紀、私たちのこの人類の歴史とかですね、社会を大きく変えたという、ある意味、まあ、天才とも言えますけども、異端者と言われる方々をこう掲げてですね、まあ、アインシュタイン、えー、ピカソ、 で、横にいらっしゃるのがですね、これ、アメリア・イア,メイアハートって言ってですね、あの、女性で初めて大西洋を単独横断した飛行士の方ですね。下の方はですね、これ、ファインマンさん、アンノーベル賞取った数学者ですけども。で、真ん中にいるのはですね、ちょっと暗いですけども、これ、バックミンスター・フラーと言って、お名前聞いたことあるかもしれません。思想家でもあり、発明家でもある方です。で、最後に右端に言いますのは、えー、マリア・カラス、有名な、まあ、20世紀最高のオペラ歌手と言われる方ですけれども、こういった方々はですね、 ある意味当時活躍した時にですね、まあ、異端者とかですねちょっと頭おかしいんじゃないかというぐらいにすごくとんがった人たちでしたでもこういったとんがった考えとかですねある種異端と言われるような無謀で非常識でむちゃくちゃだと生まれるものがですね実はその時点ではそういうふうに見えるだけに過ぎないので今の現代の21世紀から見ればですねまさに当時の最先端でもあって大胆で型破りでそれまでの常識とか 感触にとらわれず、で、基礎天外な発想を思い出した人たち、というのが、このシンクディファレンスで紹介されてきた、いわゆる天才たちです。で、こういったことをですね、今は実は私たち21世紀の社会の世の中でですね、すぐ身の回りで見ることも、そして皆さんがいろんな機械やサービスを使って知ることもできます。いわゆるアントレプレーナーと言われる企業家の方々ですね。彼らが、いわゆる毎日の世界をどんどん変えていく。で、その彼らの考え方、アントレプレーナーシップ。 先ほど申し上げたそのシンクディファレントの世界中の天才と言われる方々が持っていたような、いわゆる今の常識とか枠組みにとらわれず、不可口なものでも、あえて果敢にそれにチャレンジをしてですね、最大限何ができるんだろうということの可能性を追求し続けるという、これはこの起業家の方々から学べるということで、今回このアントレプレーナーの考え方というところを皆さんに、まあ、いくつかのこのフェーズを経ながら、さまざまな見方で学んでもらいました。まあ、アートを、 通じてですとか、あとデザイン思考、あとリーダーシップその他について、いくつかの,この切り口からこの考え方といったものを触れてもらったんですが、それぞれあの全部走りって言いますか、本当にその端的なところだけをご紹介してますので、ぜひそれぞれについてですね、皆さんこれからの時間を使って、まあ、一生涯こういった考え方というものをどん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 学び続けてほしいと思っています。で、特にですね、この考えるということにつきましては、 今回のデザイン思考で,です、ね、実はあの学食の問題を考えてほしいと言っているのは、まあ、学食の問題を考えるというのはあくまでもそのテーマに過ぎなくてです、ね、最大に皆さんにあの理解してほしいといいますか気づいてほしい点は深く考えるというお話ですあくまでも表面的に例えば学食が混んでるですとか遺跡が見つからないというのはあくまでも表面的に見える分かりやすい事象ですでもこの事象そのものが実は課題ではないというところに気づいてほしいんですね。あくまででもここれは表面的に見えるる問題なんでそういういいととが起きているのかと で、それで私たち何を感じて、それがなぜそうなっていくのかということを、なぜを繰り返していって、最終的に根っこにある本当に深い問題は、課題は何かというところをこう考え続けるというところ、ここをぜひ皆さん、これからも留意してもらえればと思います。で、特にですね、この激しく変え続ける世の中でですね、あと変わらないものというものもあります。ずっとこの人類の歴史の中でですね、今回アートの授業で少しだけ あの、触れましたけど、いわゆるビジュアルシンキングストラテジーという考え方で、こう、絵を見て考えるみたいなところ、ちょっと皆さん体験してもらいましたが、えー、こういったことをやるというものですね、神秘眼を鍛えるというね見方もありますけれども、人類がずーっとですね、まあ、多様な文化の中でですね、こう、ずっと語り継がれている変わらない、こう、美というものとか、こういう作品というものがあります。で、それは人間の本質を捉えているものです。ぜひ、こういったものにですね、皆さん、特にこの夏休み時間ありますから、いろいろ触れて、 逆にこの変わらないもの、こんなに激しく変わっている世の中でやっても変わらないものは何かということもぜひ考えてみてください。でですね、こういうときにですね、何が一番重要かというと、先ほどあの深く考えていますけど、あの視点、世の中をどう見るかというこの視点がとっても重要です。ちょっとですね、今回あの、ユニークなビデオをご紹介しますね。よいしょ。 った <laughs> ちょっと待ってね。よいしょ。皆さん、パワー・オブ・テンっていう映画知ってます聞いたことあるパワーズ・オブ・テンってやつ。どっかでひょっとしたら高校生とかで皆さん、どっかの学校とかでね、見たことがある人もいるかもしれないなと思いますが。よいしょ。よいしょ、オッケー ちょっとぜひこれを見てみてみください。実は宇宙と実はミクロンの世界ってすごく類似性がすごく多いんですね。ですので実はあの先ほど宇宙の果てまでの10のマイナス24乗メーターぐらいのところまで遠く行きましたけれども逆に10のマイナス16乗って人間の体の皆さんの体の中のずっと奥の方まで行くと実は宇宙空間と同じような構造は実は皆さんの体の中にこう無数に広がっていると。 もうこういった木とかこういうデスクとか鉄もみんなそうですがなので実は宇宙空間の構造というのはすごく類似性が高くて視点として非常に面白い見方ができますいわゆるいろんな共通的な要素が全てに含まれているというお話ですですのであの、まあ、マクロ的に見るのかミクロ的に見るのかというお話がありますけれどもいずれもあの非常にいろんな見方を変えていくと実は同じという考え方もできるのでぜひ皆さんこの視点というものをいろいろと考えてこれからも考えてみてくださいではちょっと「アスクミ e エ i シ h i で皆さんの ご質問を見てみたいと思いますが特に何もないかな <laughs> 何でもいいですよ 打たなくても別に手あげてもどっちでもいいです <laughs>。どうぞ <laughs> <あの>。<laughs> 僕は自分の企業を作るのが夢なんです。会社会社。夢っていうかまあそうです。まあ普通に今の目標なんですけど <A> なんか会社に入る前に両親からなんか社会経験とかやるほうがいいって言われて。 会社に入ったら入るほうがいいんですかねああそれよく聞かれる質問ですね。あのすぐに例えば大学生の時代からもう起業しちゃったほうがいいのかそれともよくあの一般企業に入ってからそこで社会経験を積んでから起業したほうがいいのかっていうのはよく質問があるんですけどもうん毎回でちょっと私も悩んじゃうんですけどねあの正確に答えようとすればですねケースはケースなんですよ。 あの本当にあのすぐにやった方がいいというケースもありますしむしろあの社会的経験を踏まないとうまくいかないというケースもありますしあの一概にあのどっちがいいいいととも言い難いところがあるんですねえなんでこういう質問で灰切れの悪い答えになっているかというと例えばフェイスブックザッカバーグって大学中退して大学中退して大学中にガーッとプログラミングやっちゃってフェイスブック作っちゃったわけですけどもあれが例えば考えてみるとあの彼はプログラミングの天才でもあったわけでなのでまあ 今すすぐやった方がよかったたかんですまさにあの瞬間だったので世界中みんな、ね、もうネット使って熱狂的に使えるっていう素地ができている時に彼はそれを捉えて物にできたのでなので別に社会経験いらなかったんですよだそういうサービスないわけですからほとんど。 大体あのせいぜいその当時ギークと言われた人たちがそういう掲示板的なやつをやっていたっていうに過ぎなくてそれをあのもっと一般の人に分かりやすく使えるっていうところだけに彼は絞り込んで、まああえてフェイスブック作ったのでだから別に社会経験あるかないとかそういったなんか業界知識がいるとかいらないとか全然関係ないんですよね。で一方であの この授業ではなくて金曜日の授業で紹介しましたけれども、川原さんという方で、介護ビジネスに関して彼が取り組んでいるのは、彼は実際に国家資格としての,そのソーシャルワーカーとしての資格も取って、現場の経験を踏まえた上で彼は起業しています。なんでかというと、ああいった今度は今ある世の中の問題の中では、すごく深い経緯と、その知識と、そういったなんかこう分野、 がもうすでに減免としてこう存在していて、で、それを直していこう、変えていこうとすると、そこに対してはやっぱり深い知識が求められるものもあります。例えばあの医学の世界とか。医学の世界がパーンと思いついてですね、そしたら俺天才だからできるわって言って、できるものでもないんですね。なぜかというと、ものすごく大勢の人が実際も今システムを組み上げて使っている、例えば航空産業とか。例えば航空産業はですよ、俺天才的な飛行機作れちゃったって言ってさ、作ったとして、1、まずみんな乗りたいと思うか。 不安でしょ <laughs> に、本当に今まで航空機の、ね、力学設計やったことあるのとかね。で、飛行機って作ると意外と今の構造技術の中で難しいんですね。で、こういったところになると、実際にその世界の中でどういうレギュレーションがあって、どういうこれまでの基礎研究があって、でどういう形でそれが実用化されているかというのを学んだ方がいい分野もいっぱいあります。で、そういうところだと多分、企業経験とか実際のその実地のその現場の経験を踏まえた上で自分のアイデアを実用化した方が、はるかに成功は確率は高いですし、最も近道だとは思います。ただ 言いたいところはだからといって皆さん必ず全員企業に入るというつもりは全然ないですしあと、合わせてです、ね、逆に申し上げたいのは皆さんこれから働く会社というところはここでも来ていただいたの木田さんがおっしゃってましたけど自分好きなところに行った方がいいですよ嫌なところに行くのはつらいです。 だからあのいろんなこのブランドだとかイメージだとか,なんか社会的な,なんか評判だとか,なとかそんなものをちょっと横にいっぱい置いてあの自分が本当にやりたいことというところが見つかればそれは、ね、別に企業するにしても会社にめるにしてもあまり関係がないと私は思うんですね。なので、まあ、そういった意味で、まあ、どういう道を選択するのかを考ええてもらえればなと思います、はいはい、3学期以降アントロプレーナーに関する授業は開講されますかあのあごめんなさいちょっと情報が 確かに不足してますね。えー、授業自体はないです。なので、単位の出る授業はないんですけども、えー、Seed というプログラムで9月以降ですね、いろんなプログラムをあのワークショップ的にやっていきます。で、ちょっと皆さんには申し訳ないんですが、あの、他の大学とか高校生とか、あと社会人の方も参加しやすいようにですね、基本的にはあの土日、まあ大体土曜日になると思うんですけども、に、えー、の行いたいと思っています。まあ、この間、この授業でもご紹介したアートを見て考えるみたいな、あの、ビジュアルシンキングストラテジー あの、今回、9月から、えー、岡山芸術流2019というのが、えー、世界中のアーティストを集めて、実際岡山市内で、あと美術館の方でも作品展示ありますけれども、実際それをちょっと見ながら皆さんに考えるというプログラムですとか、あと実際にあの、プログラミングの講座ですとか、いくつかの、いわゆる応用プログラムというものを参画機構に展開していく予定です。はい、どうぞ。えっと、日本、 なんか子供も大人も結構将来が不安っていう人がなんか多いような気がするんですけど、はい、なんかそういう人に対しては、まあ、子供にに対対ししててもも大人に対してもなんかどういういいアドバイスができると思いますかあ不安私はなんか思ったり思わなかったり今は結構明るいかなって思ってるんですけど、はい、結構それってなんか自分が今楽しめてたりとか,なんかそういうのに左右されると思うんですけど。 そうですよ、ね、あのおっしゃってるポイントの通りだと私も思っていて私自身も例えば私はあの20年前ずっとサラリーマンでこっちやっていた後、2012年に起業して独立したんですけどまあその後はね低収なくなりますからどうなっちゃうんだろうと言ってですね本当にあの地獄のような目に遭いましたけども今思って考えればですねあの明日とか <laughs>。 一月後とか来年とかの心配をする暇があったらですね、今この瞬間考えた方がいいんですよね。だってわかんないですから、次どうなるのかというのは。なので、多くの場合、あの将来の不安というものは、あんまり皆さんちょっとね、心配の先取りしすぎちゃってると思う。 なので、あの、今、この瞬間、今、だから今、教室座ってるじゃないですか。この瞬間で自分が何ができるのかっていうのを100%意識集中させた方が、結果的には、あの、そういった不安というものは和らいでいくのかなと思います。ただ、不安を持つのは自然なことで、あの、人間ってやっぱりどうしても想像力があるので、どうなるのかなってことをいろいろ考えれば、当然いろんな、こう、先の道がいろいろと見えてきたりもするので、で、ネガティブな方向に見えるのか、ポジティブな方向に見えるのかは、先ほど言った、あの、パワー・ブブ・ステアンではないですけども、視点の持ち方次第ですね。 何を自分として見るかという意味で、あの、世界認識は基本的に皆さん頭の中で作られてますから、ぜひとも自分の視点というものをこう少し変えながら、不安に思ったらちょっと変えてみるとか、やってみるといいかなとも思います。ありがとうございます。はい。山下さんから投資していただくためにはどうすればよいですか面白い質問だね。<laughs> アイデアを持っていけば検討してくださりますかあー、えっ、ー、とですね。 今回、この事業、シードのプログラムは起業するための事業ではなかったので、実際にそういった投資のいわゆる受け方ですとか、あと実際にその起業の始め方とかいう細かいテクニックの話はしていないんですけれども、このご質問に答えるとです、ね、私のほうからのティップスアドバイスとしては、アイデアだけで投資する人というのは極めて少ないです。何でかとというとです、ね、本当にそれが 使えるのか動くのか。もそもそもそれって、あの、欲しがる人がいるのか。金曜日の授業で、あの、プロダクトマーケットフィット、PMF というお話をしたんですけども、え、実際にですね、これすげえやと思ってもですね、誰もそんなもの欲しがってないというのは結構世の中いっぱいあるんですね。あの、多くの場合、企業家の皆さん、もう、の方々は、そこと私も、もう今まで何百社って皆さんとお話ししてきたんですけども、大体の場合はですね、やりたいことに皆さんもう夢中になりすぎてて、 いや、本当にそうやってみんな欲しがってるってことをね、すっかり忘れちゃったんですね。それ、あなたがやりたいこととか、あなたが作りたいだけで、誰も、それを買いたいという人は誰もいませんよってことは、すっかりと忘れて、なんなはずだってやっちゃう人が多いです。なので、アイデアだけだと基本的には、失敗する確率がめちゃくちゃ高いので、あの、私からのアドバイスはぜひ、作ってみてください。で、作る際にですね、 プロトタイプの話っていうのを金曜日でもやったんですけどもあのよくですねとにかく何でもいいから動くものを作っちゃって試せっていうとですね本当に皆さんあの作る人はいっぱいいるんですけどもこれまたあのちょっと作り方間違っている人が多くて、えー、これ一番下にあの、まあ、動くものあとね,、えー、とね最終的にね、まあ、価値があるんですけどあと使いやすいとかですね まあいろんな見方で製品の完成度ってあるんですけどもあのプロトタイプってあの逆に言うとまあデザインの見た目見栄えとかそういうものはガチャガチャでもよくいいっていいんですがあの単に動くだけのものを作っちゃう人いるんですけどこれ基本的にあの皆さんから切られます。<laughs> どうやって使うのわ分かんないとかですね。そもそもこれって使いにくいじゃんとかですね。そもそもこれ何の意味があるのっていうのが分かんないプロタイプ作っても何のトにもならないので、よくですね、最初のプロタイプってこう,こういうの作ってねって言われてるんですね。動くし、ちゃんと最低限分かりやすくて。 ああって言って、こういうふうに使うのねって言って、で、実際に、すごいな、こんなふうにこれ便利になるんだとか、これってすごくいいねっていうふうに感じてもらえるレベルのものを作るのがプロトタイピングですでこういうものができて実際に、わあって言ってですね、これだったら俺、500円でも1000円でも払って買うよ、使うよっていう人が出てきたといったところまで行ったら、あの、お話聞かせてください。ぜひそういうのを聞きたいです。あの、 一般的なそのシードと言われる創業間もない頃のステージのスタートアップに対して投資をされるベンチャーキャピタルの人たちは基本あのプロタイプがあって動くものを見せてほしいって言われることの方が普通です。あの日本の場合そのアイデアだけで投資される方もいますけどもあと海外でもエンジェルでアイデアベースのところだけでいろいろ投資される方もいますが基本的にですねそれはあの極めてハイリスクというよりもほぼほぼ失敗する可能性が高いのであの日本の場合は多くの優れたベンチャーキャピタルのところに行きますとアイデアだけでは多分 できたら持ってきてくださいって,言って多分やんわりと返されちゃうと思いますのでアドバイスとしてはぜひ価値のあるものをちょっと作るというプロタイピングをちょっとトライしてみてください。はい。今後伸びる市場は何だと思いますかいい質問ですね。あの、 何ででもも伸びるんですけども逆に言うとあの別に IT に限らずに、えー、なんか IT だけとか,なんかすごい IT 企業とかいう名前で皆さん,なんか IT が一番伸びると思うんですけどそうじゃなくて IT が全分野に使われるという考え方でぜひ皆さんやってほしいなと思いますね。例えばあの一番なんかこう遠くにありそうな例えば IT と文学とか何も関係ないんじゃないっていう意見もあるかもしれないですけどそうじゃなくてですね何やってるかというとです、ね、例えばアメリカの。 ロサンゼルスなんかの,このいわゆるエンターテインメントの本拠地なんかで映画の人たちあの脚本を書いてる人たちとかあの作家さん何やってるかとかそういうプロデューサーとして何やってるかというと売れてる映画とです、ね、脚本を全部調べるんですプログラム組んでな何が分かるかですね売れてる映画はフレーム数カット数はいくらでだいたい時間は1時間33分ぐらいで,でなおかつだいたい決め台詞はこんな決め台詞ふが使われていいとかるそれをものすごく緻密に分析するんですこれをですね人の目と頭でやるともうめちゃくちゃ時間があるんですけど あの、コンピューターでプログラミングすると頭てもできちゃうんですね。で、これ何言いたいかというと、一見何も関係ないところでもですね、今はその IT、そのコンピューティングのこのパワーもすごいですし、インターネットでいろんな情報を共有できるので、いろんな分野がですね、もう劇的に皆さんの手で、皆さん個人の手で変えることも、作ることもできます。例えば農業なんかも、今までこう経験と勘に頼っていたものが、例えばワイン作りなんかも今、 IT の技術がバンバンに入って、あの、最高級のワインをどうやって作れるかっていうのを、気候条件に従って、収穫タイミングとか、水とか、肥料のやるタイミングとか、量とかでも、緻密にこう変えていく。あの、土壌のペイハードも測れますので、こうすることによってですね、みんなどこで作ってもみんな美味しいワインができるとか、こういった形で、いろんな分野がそういった形で、その IT の力を使って、皆さん変えられるというステージにいるのが今、今日現在です。ですので、あの、伸びる市場は何かと言われるとですね、 あのまあ、どれでもという言い方が、まあ、ちょっと不適当かもしれませんから、えー、もう一つ踏み込んで言うと,、えー、とその IT の力をどういうふうに使えるのかというそのつなげられるそのつなぎ方が分かる人とか考えられる人に対してものすごくニーズが伸びてきますしそういった分野が多分世界中でこれからもっともっと増えていくとは思っていますだからまあどの市場がというよりも多分要素的にはその部分ですね夏休み海外に行く予定なのですがまるの視点で見ると面白い。 などあれば教えてくださいああの私も自分でもトライしなきゃいけないと思ってるんですが海外に行くとあの皆さん観光地と言われるあの観光名所に行くと思うんですけどだいい観光名所って別にあの家で見てもこうテレビで見れたとかあのネットで見れたりするので、まあ、それもいいんですけども絶対にあの観光名所でもネットでもあまり見れないのってあの市場あんまり市場って紹介してないんですよねあの雑誌には紹介してますけどであ,のあと地元のスーパー まあ普通のあのグローサリーっていう小売店てのもいいんですけども、あのお店を覗くとですね、とても面白いです。あの特にあのスーパーマーケットもですね。あの売ってるものとかですね、まあどんな形でこう売り買いしてるのかという雰囲気見るだけでも全然違うのでですね。あのそういうっとあの、いわゆる非日常、私たちが日本では経験のできないものという意味であれば、あのぜひその外のその市場とか、そこの住んでいらっしゃる方々の生活が見える場所に行かれることは私としてはお勧めしたいです。 芸術作品や美術鑑賞がどのように楽しめばよいかわかりません。先生はそのような作品をどういう視点で何かを見て、何を感じてますか。ああ、いい質問ですね。あの、私も実はこの年になるまで、全然。 分かってなくて、今でも多分分かってないと言って、多分アート関係者と議論すると大体あのボコボコにされるんですけども、まあ別にいいのか悪いのかよくわかりませんが、あの言いたいところはですね、えっ、ー、と、予備知識を持たなきゃいけないという、あの割と先入観があります、日本だと。で、この作品はいつの時代のこれは印象派でとかですね、サッカー誰それさんでとか、技巧が何とかでとかですね、あの、忘れていいです。あと、美術館に行った時にですね、こうやって見てですね、 わかんない。これ、何の絵って言った時に、それ自然です。そこでですね、この作家は何を考えて、この絵を描いたんだろうとかですね。あんまりそこで、あの、意味とかあんまり考えなくていいです。あの、純粋に、あの、心フラットにしてですね。うわ、気持ち悪いと思ってもいいですし。うわ、綺麗だなと思ってもいいですし。逆に言うと、うん、ちってずっとその絵を観察し続けてですね。一体、これは何を描いた絵なのかなっていうのを、自分なりにずっと、ずあの、想像を巡らすだけでもいいです。あの、そこは自由です。あの、それがもともと、あの、いわゆる。 アート鑑鑑賞賞は芸術鑑賞のあまりあの余計をもってですねよく皆さんあの横にあるプレートで作家名とですね題名見てですねうーんってなっちゃって絵だけはですねわずか2秒ぐらい見てふった次行く人がいるんですけどあ,あれもったいないのであのここのプレート忘れていいですからあの絵の方にぜひ注目して見続けてみてくださいその意味でいくとあの今回の授業の中であのアート作品のところであのデュシャの作品を説明しましたけどあの現代アート あれにですね、あの意味をあまり考えないでくださいね。あれ意味なかったりもしますから、そこがポイントなので。なんかそういう全問道的なことを申し上げてますけども、あの作家の意図をですね、皆さんが感じる、あの想像して当てる必要はないんですね。皆さんがどう感じるかで、その作品が完成しています。 なので皆さんがうわこれやってらんないやって今ちょうどあのまさにちょっとすごく繊細な話題ですけど今愛知の,あのトレーナーで炎上しても,もめてますがあれもですね皆さん一つちょっとあれを考えてみてください何がアートなのかというのをですね でもうこんなの許せない気持ち悪いとかですねというのもですね一つアートとしての投げかけなんですねでそれに対してすごいあのアート界の中でもいろんな異論がありますどこに線引きするかとかいう話がありますその表現の自由に関してただそれに関して皆さんがどう感じるかが一番重要なのであまりそこの,あの感じ方こう感じなきゃいけないとかこう考えなきゃいけないっていうことは全部置いてこう素のままで感じていいので是非とも皆さん見てくださいはいどうぞあマイクを あのアイデアを形にする時って今多分アプリっていう形がすごい手っ取り早いというか楽だと思うんですけどただ僕経済学部でそのアプリとかの開発の知識ゼロなんですよ。もし自分が起業するってなったら一からプログラミングを学ぶべきなのかそれともあの大津さんみたいになんかあの別のコンペとか行ってプログラマーを引っ張ってくるのがいいんかどっちがいいんですかね ええと、両方ありです。っていうのはちょっとあの、答えは短すぎますけども、ええー、原則、ええー、起業家って言われる人たちは自分で物が作れるということが前提だというのは私の考えです。そうじゃないという人たちもいっぱいいます。でも、あの、自分で作れないものだったら、逆に言うと、なんであなたが起業するのって話になっちゃうんですよね。なので、まず基本的に、あの、ホンダ装置のみたいにエンジンを作るとか、 あのもしくはあのトヨタみたいにですねあの車を作るとかあれもともとはトヨタ食器である機械を作ってましたからねという人たち作れる人たちが何かそれの自分のその力を使ってまた何か新しいものを作るっていうのが一応基本線だと思ってますがもちろんあのアイデアが優れていてでも自分じゃなくてはどうにもならないというケースも実際にあります。でこの間大津さんにだから彼女一番最初メンタリングした時ですね一日も早く早く仲間を見つけろってとずっと言い続けたんですね。 で、彼女はまあ見事に中を見つけたんですけども、なんでそう言い続けたかというと、彼女が目指しているそのソーシャルインパクトと言われる、社会問題を解決するという彼女の視点自体が、ものすごく私は共鳴もできたし、あと、実際にあれは皆さんが必要としているというサービスを確信持てたので、だったら絶対にあの、彼女のあの情熱だったら、いい人材が絶対に集まると。 それも多分きっとお金儲けじゃないんです。あれ、彼女の言ってるやつですね。基本的には社会問題の解決が主に来ているので、間違いなくそれに共鳴できるエンジニアはいい人たちで絶対来てくれると思ったので、早く見つめけろと。自信持ってと。無名でも大丈夫だからと言って見つけさせたんですが、あの、言いたいのはですね、Airbnb の創業者も3人のうち2人はデザイナーでプログラミングのプロジェクトもできない人たちです。でもあの、デザインセンスがあるので、彼らはデザインに、そのデザインっていうのはあの、きれいな絵を作るって話だけじゃないですよ。要するにお客さんに対して何が気持ちいいとか、 メッセージを届けられるかということにして専門教育を受けた人たちです。だから実際にあの Airbnb なんかでホテルとか自分の部屋をどうきれいに見せたらいいかどういうふうにあの皆さんに紹介すればそれを気持ちを感じるかっていうのを彼らは訓練を受けた,りした人たちだったので何をすればいいのかが彼らは分かったんですね。で、プログラミングの腕はなかったので彼3人目は友達のちょっと天才的なプログラマーをもうなんとかして。 仲間になってくれというふうに拝み倒してで、まあ、見事3人目加わったことであのウェブサービスの Airbnb へ立ち上がったわけですが、まあ、いずれにしろそうういいった仲間を見つけるという手もあります。まあ、いずれにしよあの自分のチームの中に自分自身も含めて自分たちが作れるということは企業としての大前提だと思います。 今の社会では英語が大切だと思うんですが、どうしても英語の勉強が好きになりません。いや、あんまり好きな人いないと思うんですよね。いや、好きな人もいると思いますけど、どうしたらいいですか好きなものを読んだ方がいいです。逆に言うと。あの、英語の本あ、違う。英語の参考書を読んでも多分つまらないと思うので、好きな自分が例えば、もう、恐竜が好きでたまらないっていうんだったら、恐竜の図鑑とか専門書を読んだ方がいいですし、もう逆に言うと、あの、花が好きでっていうのは、その花の本を英語で読んだ方がいいですし、あの、 オタクの方々ででればですね、そういったオタクの機械の,あの専門書ですとかえこういったもの自分がもう好きでたまらないってものを英語でやった方が多分英語に対して興味を持っていると思いますでどれかよく分かんないっていう話はですね自分の好きな映画とかドラマがあればですね是非それはあの言語で見てみてください。あの最初は字幕付きでで全然構わないですから。 であのまず字幕だけを追ってあの話の内容を全部覚えたら、ポイントですね何回も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 見てくださいね、繰り返しあの。何回も見てると、だん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 、で、あの、ディクテーションっていってですね、こう、口実筆記っていって、言ってる内容を聞き取るのをやっていくんですよ。あの、今、実際 YouTube とか何とかであ字幕、英語を出してくれるので、実際そのディクテーションが合ってるかどうかもチェックできますから、ぜひそれをやってみるといいかもしれません。で、そうしていくと、だん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 、あの、 なんでこれをお勧めするかというとですね、あの、リズムがわかるんですね。英語ってあの、基本的に語尾を消してしまったりとか、あの、言い方のイントネーションのリズムで割とコミュニケーションを取っているので、あの、多分高校であんま教えてないのかな。あの、棒読み的な話し方をしちゃうとですね、伝わらないんですね。で、日本の方ってなんか多分自信がないからですねこう、結構ちっちゃな声で話したりするので、ますます伝わらないんですね。発音のあまりよし悪しっていうところは、そんなに厳しく特にアメリカなんか言いませんから、それよりもですね、あの、リズムが割と大切だったりするので、 あのそこら辺はあの映画のあとすごくドラマのものを見るとそこら辺の,あのパターンが意識してやなくても自然と頭の中にこう感覚として生えてくると思うのでそういった勉強されるといいんではないでしょうか私もずっと勉強中です山下さんが今まででのの人生の中で最もターニンングポイントになったと思われあいろいろあるんですけどねうーん いくつか挙げろと言われたら、一つはまず大学1年生の時、私よくわかってなかったんですけど、当時みたいにオープンキャンパスなんかなければインターネットもないのでですね、大学で何を教えてるかっていうのはよくわかんないまま、私は筑波大学とか行っちゃったんですけども、入ってみて仰天したのはですね、一人一台コンピューターがですね、あと思ってですね、コンピューターやるのここって言って、で、それから4年間ずっとプログラミングづけになっちゃったんですけども、最初の2年間はですね、必ず2週間に1回、プログラミングの レポートを出さなきゃいけなくて、も、まあ、プログラム作らなきゃいけないんですけど、まあ最初は優しいんですが、だんだん難しくなってですね、大体最後みんな徹夜になっちゃいます。で、こんなことやってるうちに、うん、なんだろうなと思ったんですが、当時1980年代でまだコンピューターもプログラムもまだ珍しい時代だったんですね。その時にどっぷりとあの、プログラミングの世界に浸って、え、コンピューターに触って、実際に何かを作るということを経験したのは、一つ大きなターニングポイントになりました。で、もう一つのターニングポイントはですね、えー、どれかな。 海外出張でジャマイカに行った話はもうちょっと横に置いといて、えー、ITU っていうのはですね、インターナショナルテレコミニオンって言ってですね、国連の株組織で電気通信に関する世界中の標準企画を決める、えー、と組織があります。世界中の電話会社とメーカーと、あといろんな関係者、あと政府とかの関係者も全部集まって、いわゆる皆さん使っているスマホのいろんな企画ですね。 例えば電波の企画とか、そのスマホの中に入っているいろいろな製品の企画を決めるんですけども、ここ、あの、国際会議です。で、国際会議で言葉の戦争です。紙爆弾的ですね、毎回こんな膨大な処理をですね、ぶつけ合ってて、別に投げ合うんじゃないんですけども、みんなで配っていくんですが、これを使って、どちらが優秀な技術なのかということをですね、言葉でディベートでこうやっていくっていうのをずっと国際会議で、大体いいそれが20代の終わり頃やったんですけども、これも多分少一つの、 ターニングポイントでした。当時、あの、世界統一企画ってなかったんですね。実は電話って。あの、携帯電話です。で、えー、当時のエンジニアと電話会社の夢は、世界でどこでも使える携帯とか、こういうモバイルを作ろうというのを、みんな真剣に考えていて、まあ、だいたい二十数年かかってできたわけですけども、まあ、それに、まあ、現場にいたっていうところで、まあ、自分もそれに対しても企画作りとか、参加できたというのは一つのターニングポイントになりました。あと、最近で行けばどれかと言われれば、えー、あれ、10月4日だったかな。 えとスティーブ・ジョブズ亡くなった日っていうのは、ちょっとある種、やっぱり、なんて言いますか、別にスティーブ・ジョブズは私は直接会う機会はなかったんですけども、まあ、アップルと交渉する機会がいくつかあったんですが、あのやっぱり彼の考え方っていうところに対しては、やっぱりすごくなんかこう感じるものがあって、で特にあの前もご紹介したかもしれませんけど、スタンフォード大学の卒業式のスピーチ、こちらの内容っていうものは大変参考なのでですね、あちらの内容をぜひ見ていただければと思います。あちらも一つ大きな、えー、自分にとってのターニングポイントになりました。 あとあれですよね。レポートを書かなきゃいけないですよね。うん、ちょっとあといくつかで終わりますね。先生は夏休みをどのように過ごされる予定ですかうん、ないです。えって言われそうですけど、あの、うん ちなみに、あの、会社ずともじゃなくてですね、個人でやるとですね、会社自分で起業すると、基本的に休みってないんです。<laughs> え、それって良くないんじゃないですかって言うんですけど、あの、そうじゃなくて、えっと、休んでる間もなんかいろいろ考えちゃうんですけどね。あの、自分なりに、ね、こうリズム作って、あの、ちょっとオンオフはできるだけ切り分けるようにはしてますけれども、その、例えば2週間みたいな形の休みは今年今のところまだ予定していないので、まあ、いつかちょっと旅行に行きたいなと思ってますが、基本的に休みは、やるとすれば大体、旅行していって、大体、 活字中毒なので本を読んでます。えー、学生時代に自分にアドバイスするとしたら何と言ってあげますかあああ二つってですね一つは、えーま、とにかく勉強しろですよね <laughs> ってなんか皆さん思うかもしれませんけどかけてもいいです皆さん絶対大学卒業してからですね10年後社会に行ってからですねみんな思いますからもっと勉強しとけばよかったしっ,って。 で、今はね、きっと皆さんね、またテストかとかですね、またレポート書かなきゃいけないんだとかですね、みんな、あーってね、でもきっと思って、明日から夏休みだーってみんな思ってるでしょあの、違うんですよ。社会人になるとですね、あ、もっと勉強するよかったってみんな言います。これね、いくどうみんな言うんですよ。社会人の人、全員。なんて幸せな環境にいたんだろうってみんな言うんです。わかんないです。皆さん中にいると。本当に、本当に。私もそうでしたから、あの、大学に行く時ね、早く休みになんないかなとかね、またテストだと思ってましたけど、今思えばね、なんでもっと勉強しなかったんだろうってね。 真実とこ思いました。あの、図書館に行けばだって自由に読めるじゃないですか。で、あの、先生たちいっぱいいるんですよ。あの、それはなんかね、答えてくれない先生もいらっしゃるかもしれませんけど、あの、ドクター課程の方とかポストドクってあの、研究生の方もいっぱいいますから、2日前で聞いていいんですよ、別に。聞いちゃいかんっていう法律はないんですから。あの、そんな社会人だって聞けないですよ。だって、後取るのも大変ですからね、基本的に。だって、身も知らない人、だってそんな話してくれないですし。でも、皆さんできるんです、根拠。 で、大学生って形で行くと、他の大学にも行けたりしますから、いろいろね、あの、交換留学制度もあれば、日本国内の定型校とかいろんなところあって、そこにもお邪魔することもできますし、あの、時間が何と言ってもですね、皆さん初めて高校を卒業した大学が、初めて皆さん自分で時間管理できるんです。この作業も授業、いやーもう別にサボっちゃえとか言ってサボってもいいんですよ、別に。自分の、あの、責任の範囲でですね、自分で大マネジメントできますから。その中で実は自由度が一番高いのは人生の中で、やっぱり大学の時間だって言われてですね。だから社会人の皆さんって、はあ 勉強すればよかったってみんないんです。で、なんで、あの勉強が必要だったのかっていうのね、社会の中で分かる方ですの多いんです。例えば英語とか。あと、皆さん第二外国語、ドイツ語、フランス語いろいろとってますが、ちゃんとやった方がいいですよ。やっときゃよかった、絶対思いますから。私、フランス語をサボりサボって4年生まで取り続けましたけども、やっとけばよかったと思ってね、本当に、あの、本当にね、旅行楽しくなりますし、仕事のいろんなあの、助けにもなりますし、あの、いろんなものを知るきっかけになるので。なので、あのー、 私40になってから MIT に行った時はあのそれこそやっ,ぱやっぱりこれを真面目に勉強しようと思って勉強したんですけれどもぜひ,ぜひあの学生時代に自分にアドバイスしたいって言ったら勉強しろということを言ってあげたいですやりたいことを両親に反対されたことはありますかあるとすればどのようなアクションをとりますかああありますねまあいろいろありましたけども基本私の両親はそんな強く反対することはないですがあの意見が全く合わない。 とということはありましたでどうしたかというとあの、どっちが正しいということで、こうまあ、若い時ってこう主張したくなるんですけども、えーと、今思えばあんまりそれ意味ないことでして、えー、それよりも私がずっと思ってたのは、早く自分で独立しようと思ったんですね。あの自分が一人で暮らして自分が独立すれば、もちろんあの親があっての自分があるので、あの親を、ね、あの敬って、ね、いろいろな形でケアすることは重要なんですけれども、親に従う必要はないんです。皆さんも政治になった以降は。なので、えー、ぜひあの自立して自活して、 とというところが私からのアドバイスですその時は最終的に皆さんが自分の決断に自分が責任を持たないといけなくなるのでそういうあの厳しさはありますけどそうなれば基本的に皆さんがどういう道を選択するのかというのは皆さんの本当に自由になります。最後1個うーん毎回これ聞かれてうーんっていつも悩んじゃうんですけどねおすすめの本っていつも聞かれるんですよねどれが一番いいのかなっていつも悩んじゃうんですけど私の あんまり私ってあの本好きなんですけど読んでる内容偏ってるのであんまりいい本ってご紹介できないかもしれないですが、うん、文学作品であれば、あのいわゆる名著と言われるやつはどれを作品を読んでも私はいいとは思います。あの基本的に。で、かっこよく読んでないからそういうふうにぼかして答えてるんですけども、えー、あのその中でもね特にと言われればですね、えー、私自身が一番あの、 なんて言ったらいいんでしょうね。実は20代の時に読んで、初めて読んで、30代、40代と今は50代ですけども、毎年読み続けると言うと、全然理解が変わったっていう本がありまして、あの、井上康史っていう日本の作家がいらっしゃるんですけど、井上康史のですね、氷壁っていう本があります。えっ、ー、と、山登りの登山家の話なんですけども、もしご興味あれば読んでほしいんですが、えー、ストーリーはぜひちょっと読んで中身見てほしいんですけども、私は20代、30代、40代、50代になって、全部読んだ後の、独語のあの、感想は変わりました。 非常に面白い体験ができるのであの、ぜひ若いうちにですね、なんかよくわかんないなとかね、こうつまんないなと思える本でも、まあちょっと騙されたと思って、ちょっといろんな本を読んでみることはお勧めします。本はあの、えー、何でもいいんですけども、あえて一つですね、と言われれば、えー、松岡聖郷っていう日本の思想家の方がいますけど、彼があの、千夜千冊っていうネット上で、あの、彼ページ開いてて、実際も千冊以上紹介してますが、あれがすごく良い、あの、本の紹介になってますので、ちょっとあれ除いてですね、千夜千冊。 松岡聖子の。そこから、あの、ちょっと好きな本、これ面白そうだなと本を選んでみるのはおすすめです。で、見るのめんどくさっていう人はですね、もし、皆さんにお時間があれば、えっ、ー、と近、近畿大学だったかな確か。関西の近畿大学の図書館は、あの、超面白い図書館なので。って、すみません、岡山大学私図書館行ってないので、<laughs> あの、何に比べてんだって言われそうですけど、通常図書館っていうのは、あの、分類分けになってるじゃないですか。あの、工学とか、あの文学とか、歴史とか。近畿大学、ごっちゃ混ぜ。 <laughs> 専門書の講師のに漫画をいたたたすすするるんんででねあ,のあるテーマごとに分けたんですよ実はそれは松岡聖子を彼があのいわゆるキュレーションしてでそこで全体そういった全体の企画をまとめた面白い蔵書といいますか展示の方法なんですけどもう大人気らしくてあ,のある一つのテーマ例えばスポーツだったらスポーツに関連する文学もあればなんか漫画もあればあのいろんな専門書もあればというふうにこう 一つ一つの,そのテーマごとにいろんな雑多な本が集まっているので、そこを眺めているとですね、面白い本を見つかったりもすると思うので、もしあの行く機会があれば夏休み、ちょっと近畿大学図書館を覗いてみることをします。確か近畿大学です。あのネットで確かめてみてくださいね。あのよく紹介されていると思います。面白い図書館という意味で。です。あと10分ですね。では、鈴木さん。じゃあ、レポート。はい。なので、えー ちょっとですね皆さんに最後はアンケートを書いていただく必要がありますのでちょっと質問はね皆さんいっぱいあるのでお答えしたのは山々ですがこれで終わりにしたいと思いますけれども最後にですね一個だけ。 あの、先ほどのシンクディファレントっていうところでご紹介しましたけども、あの中で、実はあれ、60秒バージョンと30秒バージョンのコマーシャルフィルムなんですけども、あの中でナレーションが流れていてです、このナレーションがすごくあの、今でも語り継がれてるんですね。あの、コマーシャルの世界でも、いろんなところでも、ま、伝説的に語り継がれてるんですけど、セリフはこういうセリフで、クレイジーな人たちがいる。はみ出し者、反逆者、厄介者と呼ばれる人たち。彼らはクレイジーと言われるが、私たちは天才だと思う。 自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが本当に世界を変えているのだからというメッセージであのシンクティファレントキャンペーンをやっています。ぜひ皆さんもですね、これからいろんな学習をして世界を変えていってほしいと思います。では皆さん長い間ありがとうございました。